こんにちは。こんにちは。はい、元気ですかあ、元気です。ケンスケさんはあ,、はい、あ、とても元気です。ありがとうございます。はい。じゃあね、アメリカに住んでますね。はい、はい、今、僕、アメリカにいます。アメリカの,あのフロリダのマイアミというところで、あの大学に行っています。毎日、授業があります。 今日は土曜日なので、えー、授業は休みです。ん<ー>クラスはありません。明日も日曜日なので授業がありません。ん<ー>はい、で明日は僕のアカペラのバンドの練習があります。え、アカペラのバンドに入っていますか、はい、はい、僕はアカペラのバンドのメンバーです。 アカペラは楽しいです。楽しい僕はビートボックスというのをしているので、とてもビートボックスは楽しいです。ビートボックスどこで覚えましたかビートボックスは2年前に始めました。で、僕は 日本でビートボックスを始めました。友達が僕に、あの、<laughs> っていう音を教えてくれて、あの、そこからどんどん楽しくなったので、練習して上手になりました。なので、えー、僕は今、アカペラを2年間練習しています。まあ、ビートボックスですね。<laughs> あビートボックスね。ビートボックスとアカペラを2年間、すごめんなさい,、はい。ビートボックスを2年間練習しています。で,はい、で、明日の練習はダンスの練習をします。あ、ダンスもやってますか。はい。アカペラをステージでするときにあの、ダンスもするので、なので、あのダンスをしながら歌います。うん ボーイバンドみたいボーイバンドって言うんですかね言いますかあのバックストリートボーイズみたいなああはいそうですねあでもあの女の人もいますし男の人もいます、はい、みんなで踊ります <laughs> ええー、はいであのー、新しい曲はあのスペイン語の曲なのでんあのみんなでスペイン語で歌います <Wow. S 2> はい、スペイン語できますかあ僕はスペイン語も話します。みんなにネイティブみたいって言われます。<Wow. 笑> <laughs> スペイン語もあスペイン語は2年間勉強しました、はい。マイアミにはスペイン語を話す人がたくさんいます。はい、なので、あのー、友達も スペイン語を話します。うん、僕のルームメイトもスペイン語を話します。何人ですかあ,あのドミニカ共和国、ドミニカのリパブリックの出身です。<laughs> はい、でもあの彼は、うん、5歳の時にアメリカのボストンに来て、で、 えーとそれからはずっと英語で話しているので彼はあのバイリンガルですねは彼は家でスペイン語で話します親とはい親とあと兄弟姉妹とあのスペイン語で話しますでも学校では全部英語で話します で、私とルームメイトは英語とスペイン語で話します。なんかミックスして話しますかスパングリと呼んで <laughs>、はいます。とても楽しいです。あとは、あのー、僕の大学は食堂があります、まあ。ダイニングホールですね。で、ダイニングホールに行って毎日、 ご飯を食べます。ご飯は食べ放題です。<laughs> 嬉しいね。<laughs> はい、嬉しいです。飲み物も飲み放題です。<laughs> たくさんのご飯とたくさんの飲み物があります。なので、お金,はあお金は、あのー、高いです。<は>高いです。はい、マイアミは、 あのー、何でも物が高いですなのでお金がかかります、うん、たくさんお金を払ったので僕は毎日たくさんたくさん食べます食べるのは大好きです特に肉が大好きです あの、食堂にはお米はありますかはい。食堂にはお米があります。パンもあります。パスタもあります。全部あります。うん。うん、なんか日本料理っていうのがありますか、はい、ああ、豆腐があります。<laughs> でも、アメリカの豆腐と日本の豆腐は全然違います。アメリカの豆腐は 美味しくないです <laughs> なので、硬いです硬いです,硬いです。アメリカの豆腐は硬いです。なので、僕は豆腐を食べません。日本に帰ったら、僕は豆腐を食べます。<laughs> <laughs> はい、なので、日本に帰るのも楽しみです。 あとは、えー、今日はスペイン語と中国語を勉強しましたあ中国語もですかはい、はい、僕は中国語も話します,します、はい、中国語と日本語は少し似ているので僕は日本人なので少し簡単ですただ中国語は発音が 難しいですね。はい。はい。<laughs> なのであ、僕は教科書を使いながら友達と練習しています。すみません、トイレに行っても大丈夫ですか <laughs> あ、行っていいですよ。これ,これですかねこれですかね あットいや,、うん、いやあの3時間ぐらいずっとぶっ続けだったんでねすみません休み時間を作ればよかったですはいえっとはいと、はい、ではこんな感じで大丈夫ですか、うん、そうですねあ,あはい分かりましたま、はい、ああ<ー>。うん何言ってましたか授業の話とかですかねあと食堂とマイアミの話とかをした方がいいですかねマイアミ全体の、うん あそうね。あと私結構聞きたいことがあるので、それに合わせていきますか。はい。じゃ質問いくつかいきますか。あはい。木杉さん、友達にはやっぱりいろいろな国の人がいるんですかはい。いろいろな国の人がいます。例えば、まあ、アメリカ。 うん、とか、あとはあ中国とか、うん、あとはインド、うん、あとはラテンアメリカのいろいろな国の人がいますメキシコとか、うん、コロンビアとか、うん、ベネズエラとかの友達がたくさんいますへ、うんうん、えーあのー、みんなスペイン語で話しますあ <laughs> はい、えじゃ ケンス,ケさんスペイン語を勉強し始めたのは、うんあどこですか日本で、日本で、日本の大学でスペイン語を始めました。2年前に初めて授業を取りました。その後、あの日本のメキシコ人の友達とスペイン語を練習しました。 僕は彼に、そのメキシコ人の友達に日本語を教えました。で、僕は、あ、彼は僕にスペイン語を教えました。いつも一緒にビールを飲みながら勉強しました。<laughs> 今日はビール飲みましたか あ、今日はビール飲んでないです。<laughs> あの、アメリカに来てからあんまりお酒を飲んでいません。うん高い,いですか今は、はい、あマイアミはあのー、物が高いです。あと、僕は今お金を持っていません。<laughs> なので、あのー、お金を貯めなくてはいけません。貯金ですね、貯金。<laughs> はい、頑張ります。<laughs> 頑張ります。<laughs> はい。あのー。今。あのー、最近、僕は、よくジムに行っています。一<ー>、はい、週間に。七日、ジムに行きます。<お>毎日です。<laughs> えー、毎日ジムに行きます。ルームメイトが。よく、ジムに。 あの、毎日行くので、僕も行きます。彼は、毎日、毎朝、僕を起こして、ジムに行こうと言います。<laughs> で、僕は、あわかりました。<laughs> で、あの、一緒にジムに朝行きます。うんえジムで何、何筋トレをやっていますか、はい、トレーニングですね。筋トレを。 していますあとはいつも1時間トレーニングした後あと走っています走りますジムは、えー、っと4階建てで,であの3階はランニングコーナーになっているので走れますー、はい、何すトレッドミルトレッドミルじゃないですね あの、その走るコースがあるんですよ。あ、コースがあるんだ。コースがあります。で、そのコースを走るんですけど、うん、あの、リストバンドが、あの、もらえて、うん、で、ここに IC チップがついていて、うん、で、1周、2周と走ると、あの、カウントしてもらえるんですよ。あ<ー>テクノロジーです。すごい。<laughs> はい。今のあの、お金が、 かかっていいるので <laughs> はい、<laughs> この大学の学費はとても高いです。<ー>日本円だと1年間で600万円くらいかかります。<ー>私立の大学です。なので、生徒はお金持ちの人が多いです。みんなお金持ちです。えー、例えば、 キャンパスを歩いているとあ、よくフェラーリとかポルシェとか、BMW のもうトップクラスのあの車とかが、あの、並んでいるんですよ。うん、もうフェラーリ、ポルシェ、ホンダ、フェラーリ、フェラーリ。<laughs> <laughs> ああびっくりします。毎日びっくりします。ケンスケさん、車は持っていますか ああ車は欲しいんですけどか買いませんでしたお金がないからです車は僕は好きなんですけどマツダが好きですね、うん、車の種類ですね、はい、スポーツカーですか、はい、あスポーツカーが好きですあの免許は僕は持っていないんですけどあの友達が今運転を教えてくれています あの、日曜日に僕の友達は大学に行きます。僕と僕の友達は一緒に車の運転を練習します。僕は今年の夏に日本に帰ります。なので今年の夏までに僕は免許を取りたいです。アメリカの免許は 取るのがとても簡単です。あ、そうなんですか。はい。オンラインで動画を見て、あテストを受けます。あ、オンラインでですか。はい。オンラインで勉強します。その後、テストセンターに行きます。あ<ー>テストセンターであのテストを受けて、 免許がもらえますなんか実際、車を運転するのははい、車の運転のテストがあります。車の運転のテストはとても簡単です。あ僕はまだあの車のテストは受けていないんですけど、友達の話では、あのもう5分で終わるらしいです。<laughs> <laughs> あの はい、その道をまっすぐ行ってください。右に曲がってください。左に曲がってください。そこで止まってください。後ろに行ってください。終わりです。<laughs> 5分で終わります。<laughs> はい、簡単です。でも、僕は今あの、マニュアルカーを練習しています。 マニュアルはとても難しいです。なので、あの友達は今度、オートマティックの車を持ってきます。はい、なので、僕はテストはオートマティックを受けます。頑張ります。アメリカで取った免許を日本でも使えますか、はいはい アメリカで取った免許は日本であ、日本の免許に変えることができます、はい。だいたい1万円ぐらい払います。すると、あの、免許を変えることができます。日本だと免許を取るのは30万円以上かかります。はい、高いです。とても高いです。<い>でも、 アメリカだと1万円ぐらいで免許が取れます。なのであ僕は日本で高いお金を払いたくありません。僕はアメリカで免許を取ります。うん安いし簡単ですね <laughs>。はい、<laughs> 簡単です。日本の免許は取るのがとても難しいです。友達はあよく あ、1回目だとダメでした。なので、アメリカ。アメリカ。<laughs> <え>アメリカは大事です。で怖いと思いませんかあの運転ですかアメ,でアメリカですか、まあのうん、運転取るのがとてもあ<ー>あの優しくて、変な人まで取れる。 免許を取るのが簡単なので、うん、運転がとても激しいです。スペイン語でもう。<laughs> もう、あの、すごい難しい。今のはスペイン語です。あの、<laughs> 難しいというか <laughs>、あの、大変ですね。なので、まず、車が怖いです。もう一つは、マイアミは、あの、 怖いところもあります、うんあの。貧しい人が多いところがあります。うん、そこではあの夜は外を歩くことができません、うんはいあ。僕の友達が前にそこに行きました。うん、夜でした。うん、で、あのー、その道に何人も あの、怖い人がいて、うん、で、あの、話しかけられたと言っていました。彼は、怖くなって、逃げました。うん、逃げました逃げました。逃げられました。<laughs> で、でも、僕は、そこには行きたくありません。ん怖いからです。はい、怖いです。はい。 あ,あとは、来週は、パーティーがあります。うん、マイアミで。あ僕の友達があ、そのパーティーに招待してくれました。うん、なので、来週の金曜日に僕はパーティーに行きます。パーティーは、あの、エレクトリックっていうんですかね。 エレクトリックル、エレク、EDM ですね。<あ> EDM パーティー。ー <laughs> <に>エレクトロニックかなエレクトロニックですかね。うん、ダンスミュージック。うん、はい、ダンスミュージックですね、うんあ。のパーティーに行きます。なので、あみんなあ、踊ります。<laughs> 踊ります。踊ります。僕も踊ります。うん、あ、僕はダンスも得意です。うーん あ僕はあ、中学生の時にダンスを始めました。マイケル・ジャクソンのダンスを真似しました。<laughs> その後、いろいろなあ友達にダンスを教わって、東京タワーであーダンスを踊りました。ステージの上でダンスを踊りました。 一人ででですか一人で踊りました <laughs>。あの、とてもあの僕はダンスが上手になったので、あの、初めはステージと DJ がありましたあいました。うん、僕はお客さんでした。うん、僕は一人で踊っていました。マイケル・ジャクソンを踊っていました。うん、そうしたら、あの、DJ、が こっちへこっちへ来てと言いました。僕はステージの上に行きました。僕は踊り始めました。<laughs> したすると、あの、お客さんがみんな僕のあの、パフォーマンスだと思いました。<laughs> なので、みんなあの、携帯で動画を撮り始めました。んみんな 写真を撮ったり動画を撮ったり叫んだり「うーっ!」と言いましたあその後、あの、たくさんの人が集まりましたうんあ。300人ぐらいの人が来ました僕はステージで踊っていました <laughs> その後、テレビ局の人が来て あテレビに出ませんかと聞きました<あ>でも僕は高校に入る試験がありました、うん、なので僕はごめんなさいと言いました、うん、その後高校と大学でも僕は1人でダンスをしています、うんあ ダンスどんな、どんなダンスですかあ,あのー、パッピングとか、あとロボットみたいな動きをするんですけど、なんかいろいろ動くんですよね。はい、うん。なんかこうあるんですよね。うん。いろいろあります。<laughs> ダンスはとても楽しいです。今は、ダンスとビートボックスを、ああ、同時にやる、ああ、同時にする練習を、 していますそんなことな例えばなんか,だからなんかこうこういう感じです <laughs> それをもっとドラムとか入れてとかこういろいろドラムとか入れたりしてロボットみたいなダンスをしますん <laughs> なんか前に YouTube で日本人の人がビートボックスしているのを見たことがありますけどあ本当ですか日本ではビートボックスが結構、うん、流行ってるあ,あ日本ではあまりビートボックスは流行っていません、うん、みんなビートボックスは知っていますでもビートボックスをできる人はとても少ないです 僕の大学にはビートボックスができる人が2人か3人しかいません。うん、僕はビートボックスが一番上手です。うん、<laughs> あの、3人で一緒にビートボックスをしました。で、僕がとても上手でした。 僕以外の二人はあの終わった後にごめんなさいごめんなさいごめんなさいと言いました。あ、日本人の方ですかあ、日本人です日本人です <laughs> ああの。なので僕が今あの僕の大学のビートボックスマスターです。うん教えてますか、はい、教えるですか、うん、ビートボックスをあ。はい、友達にビートボックスを教えています。うん、僕の アカペラのバンドのメンバーにビートボックスを教えています。なので、あの僕のバンドのメンバーはみんな少しビートボックスができます。ビートボックスはとても楽しいです。皆さんも始めましょう。<laughs> はいあ。あとは、 僕は牛乳を飲むのが好きです。牛乳,がです牛乳が大好きです。僕は牛乳が大好きです。<laughs> 毎日あコップ7杯くらい飲みます。<ー>たまに10杯くらい飲みます。<laughs> <laughs> 多いね、はい。食堂に行くと牛乳が飲み放題です。<laughs> なので僕は、えー、牛乳を コップ一つ二つ三つ三杯分持って三杯飲みます。<あ>その後おかわりしに行きます。もう一度飲みます。で5杯くらい。それが一日2回くらいあります。<laughs> ますどうしてですか <laughs> 牛乳はとても美味しいです。うん、それからあのタンパク質、プロテイン がたくさん入っていますなので僕はあのー、僕はプロテインを持っていませんなのでプロテインの代わりに僕は牛乳を飲みます、うん、えあのちょっと待ってどういう意味ですかプロテイン持っていないというのははいあのー、僕のルームメイトはパウダーです粉があるんですけど<ー>僕のルームメイトはプロテインを持っています 僕はプロテインを持っていません。んなので僕は牛乳を飲みます。わ <laughs> かりました。結構なんかマッチョに、えーはい、なりたいと思ってますかそうですね <laughs> あ。アメリカに来た時僕は痩せていました。<laughs> 僕は細かったです。うん、なのであ僕のルームメイトと 一緒にジムに行こうと言いました。僕たちは毎日大きくなっています。うん、去年5ヶ月で僕は7キロ体重が増えました。<あ>今年もたくさん増やしたいです。あアメリカの ジムには体が大きい人がたくさんいます。うん、いつも、ああっと大きな声を出しています。<laughs> なので、僕も、ああと言います。うんそうすると、みんな僕のことを見て笑います。<laughs> あ 将来、僕はあ、アメリカ人を見て、笑えるようになりたいです。<laughs> <laughs> はい。あとは、あのー、海が、マイアミは海がとても綺麗です。うん。時々、友達とマイアミビーチに行きます。うん、マイアミビーチには、 たくさんの人がいます僕,はあ僕の友達も僕もお金がありません。なので僕たちは何も買いません。僕たちはビーチで座ります。話します。帰ります。楽しいです。女の人を見ますか 女の人がたくさんいます。でも綺麗な女の人はみんな彼氏がいますなのでいつも僕たちは悲しいですそうだよね。<laughs> はい、あとはマイアミは音楽が流れています マイアミビーチに行くといろいろな音楽を聴くことができます、うん、あもう一度ビートボックス僕はあのビートボックスっていうのもやるんですけどビートボックスご存知ですかビートボックスはい知っていますあの口で音楽やるやつなんですけどあの音楽を演奏するんですけど あの、それでやってて、アメリカに留学に来てから、あの、バンドに入ったんですね。アカペラの。アカペラのバンド、今入ってます、はい、アカペラのバンドが大学にあるんですけど、うん、そのアカペラのバンドに入って、で、その、国のアメリカの大会があるんですね。アカペラの大会が。うん、で、そのアメリカの大会のオーディションがあって、うん、で、あの、ビデオで、 ビデオをそのオーディションの人たちのところに送って、で、あのその選んでもらって、<ー>で、その上位のトップの,あの6チームが、その国のアメリカ大会に行けるんですけど、それでこの前僕のバンドが動画を送ったら、のの上位の上から6番目に入って、で、今度大会で アメリカの,その他の州に行けることになったんですよ。うんはい、で今はフロリダにいるんですけど、うん、今度あのボストンとか、うん、あのノースカロライナとかテキサスとかあのに行ってライブとかコンサートとかやるんですよ。うん、でそれで、あのー、その飛行機とかホテルとか、うん、レストランとかそういうのも全部大学が。 お金を払ってくれるんです。あ、いいですね。はい、だからもう、ただの、ただで旅行してきますん<ー>、はい。すごい楽しみにしてるんですけど。でも、あの、僕、留学に来ていて、日本から、あの、服をあんまりたくさん持ってきていないんですよ。<ん>だから、このワイシャツが今一番分厚い あの服で、一番これがあったかいんですよ、うん、ここまで。だから、あ,のあと他にもアイオワ州とか行くんですよ、もう北の方の、アメリカの北の方の。もう雪降ってるんですよね、今、雪が降ってて、そこにあの今から <laughs> 行くとあの、寒くて多分大変なのであの、ちょっと友達に服を借りないといけないなと思って。 服をでも、服を借りるやらなきゃいけないなと思います。うん、で、あのそのマイアミはすごい暑くて、あのーまあ、今、冬なんですけど、うん、このまだ1月とか2月とかなのに、そちらはあの摂氏と歌氏どちらですか、C と F、うん、温度を表す。C ですね C ですか ?C だと、あの、昼だともう二十八度とか、二十九度とか、昼です、ね、すごい。もう昼昼でそれぐらいで、うん、夜でもあんまり気温は下がらないです。うん、だから、あの、今夜なんですけど、あの二十六度です。うん、だから、まだまだ全然暑いですね。だから、服着てなくても全然大丈夫です。 はい、そうですであっ、の、た、ー、かいので鳥がたくさん、あのー、北から飛んでくるんですよ<ー>インコとかあのオウムとかそういうなんか南国のトロピカルな鳥とかもたくさん飛んできて<ー>な緑とか青とか色が綺麗で<ー>見てて楽しいです<ー>、はい、マイアミはいろ<あ>んな場所があるので。 マヤミですか。はい、フロリダ州ですね。はい、フロリダ州のもう南の方にあります。フロリダの南にあるんですよね。フロリダ州には、ちょっと頭がおかしい人が多いと聞きましたけど、本当ですか、はい、ああ、あの、パーティーが好きで頭がおかしい人はいますね。うん、いや、あの、 パーーティー週末になるとパーティーかなってあのいうイメージがあるんですけどあの、まあ、僕も日本にいるときはあの友達もあの週末は、まあ、たまにパーティーに行ったりしていてで噂で聞いていたのはアメリカの人もパーティーは週末しかしないってあの聞いていたんですね、友達から。 でもあの、こっちにマイアミに来たらもうあの1週間にあの6日ぐらいパーティーしててだから、水曜日にパーティーが始まって、うん、で、毎日毎日パーティーしてで、月曜日もパーティーして、うん、で火曜日に休んで,でまた水曜日にそうパーティーが始まるみたいなもう毎日毎日パーティーしてる。うんうん であのだから友達がよくフェイスブックのメッセンジャーとかあの他のアプリとかでメッセージを送ってくるんですけどあのメッセージとかあと動画もあの撮って送ってくるんですけどもうなんか夜はもうみんなあの聞こえてくるのが <laughs>「みたいなもうなんかパーティーパーティーしててでももうあの頭が。 おかしいなって <laughs> 思います。えじゃあ、健介さん、今住んでいるのは、えー、家ですかアパートですかあこ,れはあのこれは学生寮であの、大学の寮に住んでいます。であの、寮は大学のキャンパスの中にあるので、あの大学に住んでいます、はい。家とは少し違うんですね。隣に あの他の大学生たちが結構いますかあ,、はい、あの一つの部屋にあの二人住んでいます、うん、なのであのルームメイトがあのいるんですけど一緒に住んでいて今は寝ています <laughs> 今何時ですか今は夜の11時12分ですね、うん、はいなのでまあでも彼は寝るときはすごく深く寝るので <laughs> 大丈夫です。<laughs> はい。でケ健介さんは、だいたい何時に寝ますかいつもは、大抵あ、夜の2時ぐらいに寝ますね。あとは3時とか。はい。あ,<ら>あの、勉強をたくさんしなくてはいけないので、あの、まあ、授業が終わって、で、今は、あの、日本語のレッスンを夜、 してその後あの英語でいろいろ読まなくてはいけないのであの読んだり書いたり宿題をしてでいつも大体2時とか3時の夜中の2時とか3時になります。え何を勉強してますかあ僕はあの専門が国際政治学なので、まあ、政治を勉強しています。 あとは経済も勉強しています。じゃあ、あの、政治の話、えー、しましょうか。今、今すごい、あの、デリケートな話題ですけど、あの、アメリカとかだとすごく、あ、あそれでも、大丈夫ですよ。うん。ね、今、トランプさんが、えーはい、大統領になってしまいましたね。はい。大統領。はい。はい、まあ、あの、アメリカの、 人たちなんですけど友達アメリカの人がたくさんいてで選挙の時も、あのー、結構みんなああの「みんなヒラリー・クリントンだ」って言っててトランプとヒラリー・クリントンの戦いだったんですけど最後はトランプが勝ったんですけどそれでも大学生はあのヒラリー・クリントンの支持 ヒラリー・クリントンの支持をしている人が多いんですね。うん、なので、僕の周りもみんな、あのご飯食べてるときとかも、いつもみんな、あトランプ怖い怖いって言ってたんですよ。うん、言ってて、まあ、大学に住んでいると、あのなんとなく、ああ、このままヒラリーが勝つのかなっていう感じだったんですね。うん、でもあの、やっぱり実際にあのトランプが勝ったので、まずはみんなびっくりしていました。うん それから、あの、トランプはいろんな悪いことも言ったので、やっぱり、あの、トランプが勝った後は、みんながっかりしていました。例えば、その、悪いことを言ったのに、大統領になってしまって、あの、アメリカのことが心配だとか、そういうことをみんな言っていたり、あとは、人によっては、あの、もう、上も下も黒い服を、 来てあのアメリカは終わりだとか <laughs> 言ってる人もいたりとかいやもうあのアメリカは終わりだって言ってる人もいましたでもあのトランプを支持している人も友達の中にいてそういう人はあの大学で私はトランプし支持していますトランプを支持していますっていうとあの周りの人があのええ っってていうう顔をつけるのので、でびっくりしてしまうので結構みんな秘密にしていたりしますなのであの雰囲気大学の雰囲気はあのヒラリーを応援しているんですけどもあのその実はみんなには言わないけどトランプを支持しているっていう人がいっぱいいました。 やっぱり周りの人には言わないけど、うんはい、トランプを応援している実は、はいであのまあ、トランプを応援していなくてもあの、トランプに投票する人がいるんですね。うんうん、それはあの、共和党を応援している人たちです。うん、その党があるんですけど、うんその、共和党と民主党があって、その民主党 例えば家族がみんな民主党にあの投票するからみんなその家族の人はみんな民主党に投票するとか今年はあのトランプ好きじゃないけど毎年あの家族が共和党を応援しているからトランプに投票するとかそういう人もいたりするのでなのでトランプに投票した人もあの いろんな種類があります。はい。ちょっと待って、共和党というのは英語だと Republican。民主党。民主党は Democrat ですね。うん、はい。なんか、うん。トランプさん一応はい、共和党の、えー、人なんですけど、前は、はい、なんか民主党っぽい人だったらしいですけど。はい。あのやっぱり。 その選挙の中でもよく自分の発言を変えることが多かったですね。なので、あ,のあるスピーチではあの A だって言っていたのに次のスピーチで A は違うって言っていたりそういうことがたくさんあったのであのトランプさんは多分あの少し変わりやすいところもあるのかなと。 思います例えばあの昔もうトランプさんが若い時にトランプさんを手伝っていた人のインタビューではあのトランプさんはあの今と昔では全然違うっていうふうに言ってる人がいて昔はもっとあの優しかったのにああの昔はあんなことを言う人ではなかったっていう人がいたんですけどでもあの今見てるとかなり。 いろんなことを言うようになったので、人によってはお金が彼を変えてしまったとかいう人がいますね。はい、お金が彼を変えてしまった。<の>はい。はい。あるかなって。僕もまあ、うん、そういうこともあるのかなとは思うんですが、ただ、ヒラリー・クリントンとドナルド・トランプを比べたときに、その、経済、 の政策っていうのがあるんですけど、まあ、作戦というか、あの経済政策があるんですが、経済政策は明らかにあのヒラリー・クリントンの方が、その全体と、経済全体としては良くなるあように見えたんですね。でも、あの例えばトランプさんはあの言ってることが違ったりだとか、そういうことがよくありました。でも あやっぱり選挙っていうのはどっちの方がその政策がいいかっていうこととは別にどちらの方が人気かっていうのがあのまた別であるのであのそこがかなりあるかなと思います例えばカリスマ的要素とかあとみんながそのまあこのこういうこの人の方がリーダーに見える とかうそういうことがあると、そういう人に投票したりとかすることもあると思います。ある人が言っていたのは、うん、ヒラリー・クリントンさんはあの学校の先生とか、ク、うん、ラスメートにあのなってほしい人。で、トランプさんはあの金曜日の夜にパーティーに一緒に行きたい人っていう。 あのところがやっぱりあるので、うん、そう思うと。まあ、あのー、投票する人もいるかなと思います。うん,うん。え、日本では、あのー。じゃ、アメリカの。共和党と民主党。の、あのー、二つの大きな。党、え、が、ー。党が、はい、あります、ね。同じようにありますか。うん、あ、はい、あります。 あ日本とアメリカはあのー、少しシステムが違うんですが、やっぱり日本もあの2つの大きな塔があります。今、あのー、去年の終わりぐらいに名前が変わったばっかりなので、あのまだあまり決まっていないんですが、それでもあの基本的には2つの大きな塔があります。 でその3つ目、4つ目の小さな党もあるんですが、これはまだ弱いので、あの2つのうちどちらかが勝つことになると思います、はい。大統領と首相の違いっていうのがあるんですよね。議会があってで、あのー、大統領がいて、で議会があって首相がいてっていう2つの。 システムがあるんですけど日本とあのアメリカは全然違うんです。うん、アメリカは大統領、日本のリーダーは首相、まあ、安倍さんなんですけど、安倍晋三さんっていうあの日本の首相がいるんですけど、うん、にアメリカだとあの首相はあ大統領ですね、大統領はあの国の国民が選ぶんですよ。国民が直接大統領選挙で 大統領を選ぶと、投票するんですね。であの、首相の場合、日本の場合は、えー、と国民は投票あの、首相を選べないんですよ。で、えー、と国民は議会の,あのメンバーをと選んで、その議会のメンバーたちがあの首相を選ぶんです。うん、なので、あのー、少し あの違いますね、システムが。うん、で、この2つの間であの国の人たちの,あの政治に対する気持ちが変わるんですよ。うん、例えば、日本だと首相、自分たちのリーダーがあのを直接選ぶことができないので、うん、あんまり政治の話をしなかったりします、友達同士とかで。うん、でもアメリカだとリーダーを直接選べるので。 みんな、あ大統領、大統領ってなって、あの友達とかでもよく政治の話をするんですね。うん、こういう違いが生まれるのがシステムの違いなのですごく面白いと思います。え、じゃあ、日本では、えー、投票するのが、えー、必要ですか あ,あの義務ではないんですなので投票率がすごく低くてあの何パーセントかは今ちょっと忘れてしまったんですけどあのもう全然あまり行かないですね友達とかも本当に投票に行かなかったりするのであの投票に行く率っていうことで投票率っていうんですけどあのやっぱりリーダーを直接選べないのでなんか その選挙がよくわからないんですよ。いっぱい人がいてで、選ぶけど、あの、首相とは関係ないんじゃないかとかいうふうに見えるので、あの、その日本と同じシステム、まあイギリスとかもそうなんですけど、イギリスも首相と議会とっていう感じで、アメリカとは違うんですけど、そうするとどうしても、あの、国民が政治に興味を持たなくなることがあるんですね。だから、 投票率が低くなっってしまったりしままたりすそれに対してアメリカではやっぱり、あのー、投票率は日本よりは上がりますね。半分ぐらいの人がやっぱり、あのー、大統領選挙に投票に行くのでそういう違いもシステムの違いとその人々の、あのー、政治への興味が違うっていうのがあります。んんすさん じゃ政治のことにはい、あります。えー、じゃあ、どうして興味があるようになりましたか、うん、一つ目はあの、日本の人って政治の話あんまりしないんですよ。普段日常生活で。うん、例えばあの、家族ともそんなに政治の話をしなかったり、あとは友達と政治の話をすると、すると なんか、ああ、こいつは、あの、変な人だな、って思われたりとか、そういう、あの、文化みたいなものがあります。で、みんなが、あの、政治の話をあまりしないけど、ニュースでは毎日、政治の話をしていたりするので、なんか、あの、なんでだろうって最初に思って、そこから、あの、少しずつ興味を持ち始めました。 それであの勉強を始めて勉強をしているうちにだんだんとあの今まで自分が知らなかったこととかあのそういうのがそういうことがたくさん分かってきてもっと知りたいもっと知りたいなんで日本だとこうなんだろうなんでアメリカだとこうなんだろうとかそういうふうに思ったりだとか そういえば、歴史の授業では、こうやって習ったけど、それって政治ではどんな意味があるんだろうとか、あとは、あの、国連、UN ですね。United Nations、国連とかもあるんですけど、国際連合とか、国連は何をしているんだろうとか、あとは、その、国と国の関係って、国際関係って言うんですけど、国際関係って、 どんな感じなのかなとか、少しずつやっているう,うちに、すごい、あの、本当に興味が出てきて、で、あの、じゃあ、政治を先行にしようと決めました。